はい、どうもフェイです。じゃあゼルダ無双の続きやっていきます。ラネール渓谷ですね。雷が有効って今入る前書いてありましたね。結構そっか、これ参考にするといいんですね。シークとラナが雷ですね。ラナをじゃあ使ってみましょう。新キャラフィローネで戦っていた者たちのリーダーはラナという名の少女でした。ラナは魔物を操りハイラルを襲ったシアという魔女と同じ一族の魔女で、シアの悪事を止めるために魔物たちと戦っていたのです。ほう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 。シアは伝説の力トライフォースを集め、その力で世界を支配しようとしている。そう聞いたリンクたちはラナたちと一緒にシアと戦うことを決めます。フィローネの森にいた魔物は倒しましたが、ハイラル王国の大半は依然として魔女シアが支配を強めていて、魔物の数も増え続けていました。たとえゼルダがいなくても、できる限りのことをしなくては。そう考えたリンクたちは魔物たちが召喚されているという転生の扉を閉じるために、そして悪しき魔女シアを倒すために、魔女の谷へと乗り込んだのです。一気に敵の本拠地に行くんですね。 OK、 じゃあ行きますね。いかにもって感じ。頂上に行くのか。なんかさ、まあ、今更なんですけど、結構やっぱ下のテキストを読んでくれるのってありがたいですよね。無双とかだとセリフちゃんと読んでくれるから読む必要がないんだけど。ゼルダはね、ああいう喋り方をするものだから多分それに合わせてくる。 OK、 いけ。敵が少なくてなかなか取れない。あ、また言うこと聞いとこうかね。前回みたいにあのチンタラしててビア不能みたいなとこもある。お、いたねこれ。わ、なんだあれ。強力なビームを仕掛けてきます。非常に硬く通常の攻撃は必要通用しない。弱点となるアイテムで攻撃。もう痛い。何弱いの。これこれ、あ、爆弾だった。あれどこ行った。あ、死んだ。少しモサッとしてるかな、この動き的には。悪くはないですね、範囲がでかいんで。なんだろうなんだろう。お、アイテムかな。武器武器。東側じゃあ援護しに行こうかね。誰もいねえし。危ねえ。
マジでバルガにやられてるって書いてあるの。おーおー、いいね。なんか見た目以上に範囲がでかい。ちょっとインパ助けに行きますかね。助けに行けって言うんですよ。なんかやばそう。大丈夫大丈夫。いてください、どいてください。やばい、本当にやばいな。インパお、回復した。ん？なんだ？うねうね？ジジ、おい、この野郎。ムービーの入り中にロックオンを外しやがる。あ、もうちょっと読んでらんの。あ、死んだ！嘘！おはは！強えんだ。あんまり HP をちゃんと見てなかったよ。やり直しやり直し。強いな。なるほど、めちゃくちゃ強いんだね。リベンジリベンジって思ったら、あれ出てくる、あ、出てきてるか。こんにゃろー、リベンジじゃー。どんぐらい強えんだこいつ。さっき読めなかったな、ちゃんと読めないし、読めねえし。攻撃を受けたくない。うわ、ドラゴン乗ってる。うわ、
チャンス。レイシュイ。今ボイス適当してますので少々お待ちください。お帰りください。次はあのペケのとこに行けと、もう誰だこいつ。なんかシアさんをちょっとなんか土人っぽいというか南蛮っぽいんだな。あれここまで来たっけど、カシが工作員、工作員、工作員、こっちか。あれ工作員した？こっちこっち？こっちだな。この人足まで連れていけばいいな。皆殺しを消耗している。はい、できた。物理的に押す作戦、よし。何かしたとは思えないけど、こいつが来たら自動的に降りたぞ。何を投げてる？おーい、おーい。あーもう読めねえよ。攻撃ボタンで飛ばせちゃうから、戦ってる最中にそんなベロンって出した無理無理。オッケー。あ、どっか陥落したな。真ん中落ちちゃった。ねうね。あ、でもこの子すげえ火力あるな、なんか強い気がする。
相手が弱いだけかもしれない。すげえ邪魔されんな。なかなかこいつら優秀な兵だな。あいつら無視で突き進もう。マジで？そこまで戻れって。はいつもなんていうかこう仲間と一緒に戦ってるっていう感じがしないんだよね。全部なんか助けてって言われたところに主人公が行って全部なんとかしてるみたいな。やっぱ背中を預けれる仲間みたいなのがあんまりいない。ダメなら行かないと。これや。行かないとどうしようもないっぽいな。完全に完敗してるもんね。ここ召喚士こいつら、こいつら一回無視して奥にシークやられてんだな。タルチュラが光ってるからなんとかしてあげたいとこなんだか。ちょっとねタルチュラはちょっと後で適当にやりますか。あれコレクションだからとりあえずここに進撃されるのを止めないと、まあ、誰も止められないみたいな。何が起こってるか分かんない。リンクとかどこ行ったんだろう。無流発ってんだ。召喚士ってやつに召喚されちゃってる？もしかして。まあそういうこと。大混雑。帰って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 。あら逃げちゃった。しょうがない。スタルチュラはクリア後の老後のお楽しみみたいな感じでいいかもしれない。ひとまずちょっとクリアするのもやっとかな。なかなかでも歯応えがあるのはいいですね。そこの砦やばいのかもしれない。やばいってわけじゃん。リンクがいるのか。リンクここにいるんだ。まあ大将なのか。遠方のあたりが全部やられてんだよな。取ってもやられちゃうっていう。どうしてこんなことに。
真ん中でなんか戦ってるやついるけど、あれがいいかな。あれどういった。これだけやれば、ここからまた押し返されるなんてことはないだろう。まあ、ここすげえな、敵の数。大丈夫。なんかまた取り返されてない？なんでなんでなんでこんなことになったの？なんか下の方がまた取り返されてんな。どういうことだ。なんかこの辺は取り返されるもんなのかな。こっち上行きますかね。まあ、本拠地さえ落ちなきゃいいだろうっていう。なんであんなやられてんだろう。でしょうがないわ。よし、もう本拠地行きます。なんかこう尻拭いみたいな感じじゃなくて、仲間がこうやってくれたって思えるような感じにしてほしいんですけどね。頼もしいと思えるような。楽でいいな。1個前のあのミイラに比べたらだいぶ。お宝お宝。お、っブーメランだ。スイッチを切り替えたりするのに使ったりするの。あ、気持ち悪い職場退治できるんだ。マジで。そうい。わ、てか俺の知ってるブーベランよりでかい。確かにこれ職場をぶった切るぐらいの力ある。こっちもぶった切っとこうか。侵入してくるかもしれないし。よし。おお、呼んでる呼んでる。あれ、いつの間にかリンクか。Mm-hmm.
あなんかやばいもんやりそうだな。おお、なんかこいつ見たことあるな。マリオの世界でも見たことあるのこれ。あ、てか全然違うとこに出てきたらいい。ここじゃねえんかい。おいおい、やめろ。早く行かないとね。確かに無双はね、ある一定のラインまで行くと本拠地がこう侵されるっていう恐怖はあんまりなくなるけど、このゲームいつもボス戦でそのピンチに一気に追い詰めてくる。あった。あ、硬いわ。すげえ乱射する。この時が好きか、もしかして。あ、やっぱりそうだ、緑の時が好きか。なるほど。暴れてる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 。そうだね。あったあったあった。結構近くにいないと出られないね。当たった当たった。ほいし。なるほどなるほど。ちゃんとゼルダしてるな。やーほい。そっちか。3本、一気に4本だった。ちょっと体力あんまりな。あーやばい、死ぬ。全部落としてない。一回回復を図りたい。ん、どこ行った。急に一時撤退。本拠地かな、普通に考えて。どこどこそれ。口に出た。で、取ったら行きます。ここに1個あるね。あ、ブーメラン一発だ。あ、当たりとかあんの。残念、本体はそこじゃないと。ダラ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 やってたせいかわかんないけど、2000人もやってましまやってたね。2002体倒した。あ、この野郎本拠地にずっと攻撃してやがった。まずいまずい。おおお、どこに出た。あ、ここに出た。これ本体だったんだ。なるほど。ちょっと待って。
これで行くんだ。オッケー。ボス戦が楽しいですね。おお、一気にバフしてくれた。あ、この子だけ反応で。トライフォースは魔女が、勇気のトライフォースは勇者が、そして知恵のトライフォースはハイラルの王女が持つとされていました。けれども持っていたのはシークでした。魔女シアはリンクとシークを罠にかけ、すべてのトライフォースを手に入れると
その強大な力で時空を歪ませ、ハイラルに異次元の世界を出現させます。新たに現れた異次元世界は3つ。ラナによれば、それぞれの世界で転生の扉が開かれ、次々と魔物が召喚されているとのことでした。シアは魔物の召喚によって闇の気配を強め、かつて異世界に封じられた邪悪な魂のかけらを解き放ったのです。なんかやったねみたいな感じになってくる。これ以上事態が悪化すればハイラルから希望の光が消えてしまいます。まずは一刻も早く転生の扉を閉じて魔物の出現を食い止めなければ。手分けをして戦おうと決めたリンクたちは無事に戻ってくることを誓い、おー、なるほど、手分けするんだ。3つの異次元世界へと散っていったのでした。呪詛デク、あ、この子の武器、ハートナックの体験、あ、おー、あ、でもこれ敵の装備なんだよね。あ、でもこれを使ってあれか、キャラを強化したりとかするから、だったらリンクとかに出てほしいな。お、リンクの攻撃アクションが増やせるようになった。次の剣2、2を作ってみましょう。あ、やっぱりそうじゃん。なんかね、一瞬思ったのよ、スカイウォードのやつかなって。あ、これ作品別だな。なるほどなるほどなるほど、オカリナとかの世界に行ってんだ。そうか、まだまだ強化できそう。頑張りのみ。じゃあロッドか。補助バッジってなんだっけ。ちょっと制圧しやすくなるんだ。爆弾のパワーアップ時間とかすげえどうでもいいな。回復アイテムの回復量は結構ありがたい。これはちょっと上げとかないとね。もう手分けするからみんな使うってことだもんね。よし、よし、これで全員強化完了しましたね。一旦ここで区切って、また今度はこの作品別の多分ステージですよねに行っていこうと思います。では次回またぜひ見てください。お疲れ様でした。